マイアミシーホークスは1946年にフロリダ州マイアミを本拠地としていたプロフットボールチームであり、4大スポーツで初めてフロリダ州を本拠地としたチームである。チームはロークの創立と共に誕生し、1946年シーズンを戦ったが1年限りで経営難により消滅した。元プロボクサーのジーン・タニーがボルチモアに結成しようと、 していたチームの代わりに、マイアミで結成されたロック8番目のチームである。1944年12月8日のロックオーナー会議でチームの加入が承認された。ホームスタジアムは後にマイアミオレンジボールと呼ばれるバーダインスタジアムである。チームは他のチームから離れたところにあったことや当時マイアミは全米42位の小さな町であったことから、立地条件は 非常に不利な状況であった。それに加え、オーナーが一般的な水準からすれば裕福ではあったが、他のチームのオーナーが大富豪であったのに比べると、金銭的に余裕があるとは言えず、チームは財政的に苦戦した。また当時フロリダ州の州法では、アフリカ系アメリカ人選手を入団させることはできなかった。初代ヘッドコーチはノートルダム大学で、 クヌートロックニーの下でプレーしたジャック・ミンガーであった。チームは開幕から8試合のうち7試合をロードで戦った。開幕戦のクリーブランド・ブラウンズ戦では0から44で敗れた。10月11日のバッファロー・バイソンズ戦で初勝利を挙げた。開幕から1勝5敗となった時点でヘッドコーチは辞任・公認には1940年、1941年に シカゴベアーズで NFL チャンピオンになったハンププールが就任した。開幕から8試合を1勝7敗で終えたチームは残り試合すべてをホームで戦ったがホーム最初の2試合で平均2万8000人入った入場者数はチームの低迷により最後の3試合ではわずか9000人ほどまで減少した。チーム成績も3勝11敗と振るわずシーズンが終わる頃には 負債が35万ドルに膨らみ、オーナーが返済できる見込みもなかった。結局、オーナーは破産し、リーグコミッショナーは、チームの没収を宣言した。没収されたチームは、ワシントン DC で入札され、弁護士その他4名のグループが落札した。このグループがチームを立て直し、ボルチモア・コルツを誕生させた。マイアミ・シーホークスの消滅により、マイアミから、 プロフットボールのチームはなくなり、次にマイアミを本拠地としたプロフットボールチームは1966年に AAFL で創立されたマイアミドルフィンズである。ノート、勝ちイコール勝ち、負けイコール敗、運イコール引き分け。ありがとうございます。